さあ次の問題も壁との斜め衝突ただしシータの場所が変わりましたということですでは早速やっていきましょうじゃじゃんまず衝突の直前直後あ状況の確認からいこう MV0 反発係数 E で非男性衝突角度がシータであった方線とナス角がシータだったと。 はい、いうことですね。ごめんなさい、ザラザラしましたね。えー、過去の一番衝突の直前直後を考えるとき、重力による速度の変化は無視できる。これもういいね。えー、衝突の直前直後を考えるとき、過の二番、激力による速度の変化は無視できない。激力が働く方向、過去の三、激力が働く方向は何の式を考えるか。はい、反発係数の式。えー、そして。 激、えー、力が働くのを図示しなさいボールがあって「激力こうね」はいこれが「激力」ですはい OK 次過去の5番あ4番ね、えー、速度の水平成分の大きさ V x はいこれ V x っていうのは V0 こっちがシータになるから余弦だから v 0コサインシ、ねえータねこれが6番になるのかな4番だね これが4番ですで次5番で V y が聞かれています。これが Vsinθ これが、えー、5番ですね。はい次に6番 Vx' これは反発係数倍で跳ね返るんだね。Vx' は Ey の Vcosθ はいこれが六番6番です。 はいこいつの言い場になって跳ね返ると次延直方向壁と平行な方向は、えー、力が働かない等速運動だから、えー、v サインシータのまんまこれが7番となりますよろしいでしょうかそして8番はいあよろしいかなこんな感じですねはいそして次8番衝突直後のボールの速さ V' ダッシュ ボールの速さは V' 図に書いてないけどこれね。で3平方より V' は E2 乗 V02 乗 cosθ 足す V02 乗 sθ。V0 が出てきて E2 乗 cosθ 足す。 3位二乗シータこれが8番かなはいとなります次、えー、9番衝突直後の速度ベクトルと壁の衝突直後の速度ベクトルと壁がのとの方線がなす角シシータダッシュってことはここがシータダッシュねってことはこっちがシータダッシュねじゃあシータダッシュいくら はいここだね予言文の制限こっちが予言こっちが制限だから10番タンジェントシーターダッシュは e v ゼロコサインシータ分の v ゼロサインシータ約分 タンジェントシータイ、e、分の一タンジェントシータ九番オッケーそして十番衝突によって減少した力学的エネルギーデルタイ、e、あきたねあこれ九番ねはい十番デルタイ、e、というのは大きい方から小さい方を引くうん正確に言うと 初めから後を引くめの方がエネルギー大きくて衝突後はエネルギー減ってるんだよね。これで減少分が出るわけ。減少。減、減少分というのは。初めから後を引けばいい。初めに持っていた力学的エネルギーは5。先生、1エネルギーが考慮されてない。位置エネルギーは直前直後だからさ。 これ図が分かりやすくちょっと高くてちょっと低いけど直前直後だから本当はここだよ衝突の直前ただここでこう矢印書いたらさ矢印がこう重なって見にくいじゃんだからちょっと離れた場所で矢印余裕が持って書けるようになってるだけで本当はこっからここの話だぜだからエネルギー1エネルギーほぼ変わんないでしょだから変わったのは運動エネルギーだけですよはいそしたら後の運動エネルギーはこう。 そしたら、えー、V0 の2乗でそして E2 乗 cosθ+siθ2 分の 1mv0 の2乗でくくる1、e、イーー引く E2 乗 cosθθ 引く siθ これが10番になりますはいよろしいでしょうかなかなかヘビーな問題ヘビーというかねでも分かっちゃえばもう簡単ですねいい練習になったんじゃないでしょうかまあこれが私が書いた模範解答こんな感じでデータでもありますがはい以上お疲れ様でしたよく頑張りました